扇風機の回ってるシーンを普通にこう撮ると多分ボコボコこんな感じの撮り方すると思う。マイクを今同じように扇風機を撮ってますけど、今回はマイクを使ってます。外付けマイクでタイピン型マイクですね。そう、先ほどと比べると私の声が明瞭に入ってるんじゃないかなと思います。カメラをこういう風に風の当たる被写体に近づけても快適に私の声これが入りますね。まあ、こういうスピーチしてる人を撮る人以外にも、その自分で何かを撮影しながらアナウンスをする場合、アナウンスっていうかナレーションを入れる場合、そういう場合に非常に便利ですね。ぜひ活用してみてください。以上です。